はいどうも、山木です。今日はね、ちょうど今日付変更線越えて、8月7日になったとこですね。ね、なんか、世の中どうでしょうね。面白いというか、いよいよな感じがしてますよね。ね。なんかね、株価今日上がったみたいだけど、なんか一回バウンドして落ちるってのがいつもの形みたいですよね。バウンドして次の展開がどう出んのかっていうところで、いよいよなんじゃないですかね。なんかね、8月8日で、なんか、なんか EBS っていう話もあるし、まあ、あとね、ライオンゲートってのもなんだっけ、2024年で、だから、2024で、これも8になるよ、というのの、あと8月8日で、888と3つ並ぶから、強力だよ、っていう話ですね。なんか、気分いいですよね、そういうのね。で、うちなんかはね、山木なんでね、じゃあ、それも乗っかっちゃいましょうか、と。いう感じで、ね、蜂祭りですね。何か大きく変わるにはいいタイミングなんじゃないですかね。その辺でクラッシュっていう感じで行くんですかね。ブラックスワンですか？でもね、情報もわけわかんないですね。大西洋側では、なんかね、無線通信網が遮断してるみたいな話も、X の中あったりね。あと、イギリスとか、北アイルランドだっけかな？なんかもう暴動とか、ちょっとした内戦風にもなっていく感じなんじゃないのかな？スペインとかも結構人集まってますね。あと、日本でも、広島なんかでもね、今日抗議のデモみたいなことを、やってる風景を流してくださってた方がいらっしゃいましたね。ね。んで、最近いろいろ、いろんな方とお会いする機会多いんですけども、ね、やっぱ1、2回打って、ね、このワクワクチンチンをね。んで、1、2回打って気づいたっていう人もかなりの数多いんですよね。んで、そういう方たちが目覚めてきてるってのもあって、なんかね、行くんじゃねえかなっていうね、ただの希望的観測ですかね。行けんじゃねっていうね。で、だってまあ、セッティングももう終わってる感じするでしょ？どこ見たってね、あともう決まってくばっかりじゃないですか。寝技がっつり決まって、あと締めるだけっていうね。そういう状態なので、もう、どっかじゃ行くんでしょうよ、と。だからもう、ほんと、ニュース番組見てて、もう見えてくるんじゃないですかね。で、経済クラッシュ、不換紙幣終了してしまえば、もうね、ブラックロックから何からが、おそらくは力を失っていくんだと思うんですよ。ね、ニュースの報道とかも、変わっていくでしょうし、だからね、どこまで力残ってんのかってのが、まだ、ね、もう終わってるよとは言いつつも、やっぱ気は抜けないなっていうね、なんかそんな気もしますよね。んで、でも、クラッシュしちゃえば、やっとですよ。人類の経済からの解放。本当にね、本当に皆様ご苦労様でした、お互いね。本当に。お金ってやつはでも、本当いろんな面白いドラマ生んでくれますよね。まあ、あと、RV の方もね、なんかベトナムドンが2ドル超えてきたとかっていう話も載ってましたね。あと、ディナールはこの間 3.8 なんぼでしたっけ？で、あとは4超えるんじゃないかみたいな話があったり、あとドンがもうイラクと同時に行くみたいな話もあったりね。もういよいよ、本当にまあ、いよいよ現実化、ね、リアルな世界に、
いや楽しみの形で見えてきたなっていうの、こんなに見えたことないですよね。本当あのニュースでも言ってますよね。ナースダックがどうのこのとかね、いい感じです。まあ楽しみにね、待ってみましょうね。ひょっとすと NDA も発生してくるかもしんないんでね、まあ、皆さんちょっと旅の準備でも軽くしながら待ってみましょうかね、その辺ね。まあ8月、今日7日、8日、明日までですね。仙台は七夕っていうお祭りで、まだ仙台周辺ちょっと混みますね。あの通り抜ける方はご注意ください。あと8月6日ね、原爆、なんかね、地上起爆説とかも今日だいぶ X とか出てましたね。ね、本当のとこどうなんでしょうね。俺も7割方地べたかなっていう気が、なんかしてますね。なんかどう考えてもこれ地べたじゃないのかなっていうね。まあなんか船の上にあったっていうね、川の中っていう話もあるみたいだけど、どうなんでしょうね。で、その辺は今日原爆は、まあね、米国の使い方をプーチンさん言ってただけだけど、プーチンさんよく言ってますね。米国、今回、この間使ったのは、なんだっけ、民間人のただの大量虐殺だった、みたいなね。だから、その、作戦行動とは言えない、みたいな感じだったり。で、あと、ね、311を認めたのは、翻訳そのままである上皇天皇だったと。だからその時のってことですよね、根性じゃないから。だから、ねえ、それをプーチンさんが言ってんですよね。だからね。ほんで、プーチンさんは、まあ、アメリカの、その、ね、核の使い方ってのは大したもんだと。よくインチキで使ったな。いう感じで言ってる脇で、今度、イスラエルに対するイランの行動を、なんか全面的に支援するかなんか、そういう形ですよね。プーチンさんね。だからなんか牽制なんでしょうね。その核兵器を使うってことに対してのね、プーチンさん。どうなんですかね。これ、イランとトルコで、ドガンとイスラエルに行くんですかね。どうなんでしょう。ね、そこまでするのが、あるいは本当にどこまでの映像を見せられて、何をこの世界知ってんのか、まるでわかんないですね。わかんないってことを本当につくづく知りましたね。ほんとつくづく知りました。この世界のことは何もわかんないですね。本当にあのね、情報ってすごいですね。ねえ、だ、年前から何回か言って、その一つは情報で経済、エネルギー、医療、食料で、このうちのやっと経済が解放されるんですよね。で、フリーエネルギーとか出てきたらエネルギーからも解放されていくし、で、経済崩壊っていうとこから人間が解放されてって、と情報っていうとこもね、これまで経済に支配されて、経済の太いパイプを握ってる人たちにとって都合のいい情報で回されてきたわけですよね。そこも変わってきますよね。情報、経済、エネルギー、医療、食料だってね。まあそうですよ。まあそういうとこから解放されていくっていうことの、まあデクラスもね、だいぶ進んではいますよね。で、こういうインターネットをね、こんな動画使って規制されているとはいえども、これぐらいのことをね、みんなでこう情報をどうなんだろうっていうところ話を普通にできるってのは、まあこれはこれでね、ある意味情報開示の一つでもありますよね。で、直接お会いするほどじゃないけど、やっぱブログとかに比べてね、こう、ブログを読んでくださった皆さんとお会いするときと、その動画でこうやって見ていただいてる皆さんとお会いした時の感覚ってのが、やっぱその動画の方がはるかに情報量が多いんですよね。その伝わってる感覚っていうかね。だから、やっぱね、その、
こうやって情報を同じに共有して伝え合えるっていうことだったり、でましてね、やっぱリアルで会うたびにつくづく思うんですよ。やっぱりリアルで会うのはいいなってね。そりゃそうですよね。電話で話するよりは直接会った方がやっぱりいいですよ。ねえ。というとこですかね。だからね、今度はリアルのツアーを、この間、恐山まで行って、ね、いろいろ間も見てきたんですけど、そういうとこにもね、ちょっと誘ってみたいな、という思いもあってね、まあ、腹積もりもあって、まあ、盛りだくさんメニューでミステリーツアーしてきたんだけど、まあね、ミステリーはミステリーで、それも良かったんですけど、ね、その野辺地に上がっ、陸奥に上がっていくときか、野辺地から陸奥に上がっていくとこの海岸線で、まあ、ホタテの直売ってのがちょこんちょこんあるんですよ。で、その中でね、なんかふっともう、魔が差したように誘われて入ったお店があってね。あーね、そこがね、おかみさんがニコニコした方でね、あ、お名前ね、覚えてくれよかったね。なんておっしゃいましたかね。後でちょっと荷物の中にあったかもしれない。見てみましょうか。で、そこのおかみさんニッコニコでね、で、これ、ここで食べれんですかって言ったら、自分で剥いて食べるんならいいですよ。ってことで。んで、まあね、んで、じゃあ何個ぐらいっていうか、何個かわかんないけど、まあ適当にじゃあ測ってくださいって言って、思ったら、7枚、ね、ホタテ7枚で、んで、その、1キロ、ちょうど、で、700円なんですよ。んで、っていう感じの安さでね。んで、まあ、そこで、ほんと、ね、水槽の中に入ってるホタテで、今年のはちょっと小ぶりなんですっていうことで、なんかね、海流の関係がなんかで身の入りが、いまいちちょっと、その育ちが小さいみたいで、味はいいんですよってことでね。んで、ちょっと小ぶりだっていうやつを、まあ7枚で、んでね、貝殻剥いて、んでそれ食うばっかりにして持ってったんですよ。んで、すぐコンビニ見つけて、で、わさびと醤油買ってね。んで、ちょこっと行ったら、眺めのいい、なんか港があったんで、そこで食ったんですけどね、これがまたうまいんですよね。本当にね。そらそうだよね。さっきまで本当生きてたホタテですよ。本当にうまい。まあね、あと、八戸のウニもね、うまいんですよ。で、その辺のね、まあ、うまいとこツアーもいいなと。で、下北半島の先っちょ、なんかね、下井村っていうとこ、下に井戸の井って書いて、下井村ってのが、本州最北端の村なのかな。で、そこは仏ヶ浦っていうとこも、船で周遊で見れるようなとこらしくて。まあね、そこは紹介してくださってる、旅チューバーっていう方々がいろいろ民宿とかも紹介してるんで、そこもね、やっぱ仏ヶ浦っての船も乗ってみたいなと思うし、で、ね、恐山っていうと、下北半島となかなかちょっとは距離あるんで、まだ日帰りもいいんだけど、なかなかゆっくり見れるっていうコースでもないんで、なので、まあ、その下井村っていうね、最北端の村に、の民宿に、集合ってのも面白いかなみたいなね。なんかそんなことを頭ん中はちょろちょろ考えたりしてました。だけどね、この間恐山行った時本当にね、恵まれてたんですよね。天気予報はずっと雨でね。ほんで、いや、実際車で走ってる時雨にはあったんですよ。何回かね。んで、だけども、目的地に着いたらね、全部ね、まあ、雨止んでたり、あとはもう、恐山はドピーカンでしたね。
いい感じのトピー感で、なんかあのレンズ雲みたいな、なんか妙な形の雲もちょっと出てて、なんだろうなーとか、あとなんかね、ちょっと竜っぽいっぽいですね、竜っぽい感じの雲が出てたりね、まあいろいろ、ほんとでもね、明るい空で、ほんとあの青空とのコントラストがいい感じでしたよ、恐山。なのでね、恐山もぜひね、天気いい時、ね、皆さんも行けたらいいなと思ってます。なのでね、まあそういううまいもんやら、不思議なもんやら組み合わせて、まあ、こっから東北はね、東北全体に対しては、まあ、今までね、自分が遊んできたフィールドなんでね、そこで、じゃあ皆さんをお誘いして遊んでみませんかと。で、今、阿武隈の、まあ、某所、楽園の里、ずっと前に、だいぶ前にね、ハッシーと、南相馬のリトリートの時に、小野町っていうところにある一生漬けってのを作ってるお母さんいてね、その母さん家で薪とかを炊いてちょっとね遊んでみないかというのをちょっと企画してます。ちょうど紅葉のいいぐらいの時がいいねっていうこと で、東北ってのはまあ、福島、宮城、山形、秋田になるとね、芋煮会じゃなくて鍋っこ遠足っていう名前になったりするんですけど、あと岩手もあるって言ったかな。で、青森もあることはあるって言ったかな。なんかね、まあ、東北全体そんな芋煮っていう文化があるんですよ。まあ、八戸の場合はね、芋煮じゃなくてももうせんべい汁から何からいろいろあるからね。まあ、そういうのがあったりするんで、で、それ、鍋を持ってね、まあ、仙台のパターンだと、なんだろう、こう、豚汁の、じゃがいもが里芋になったみたいな感じかな。に、山形に行ったりすると、今度は牛肉と里芋で醤油味になったりするんですよ。まあそういうね、場所場所でちょっと味違ったりするんです。で、それを河原に行って、みんなで酒飲みながらやったりするんですよ。で、そういうのをね、ちょっとやってみたいなと思って、まあそういうのもね、ちょっと予定今いろいろ組んでるとこなんで、で NDA がねNDA がかかっかどうかがわかんないし、なんかすごい意外と瀬戸際な気がするしね、だからそういう予定がね、立てられそうな立てられなさそうなね、非常にやりにくい感じでちょっとモジモジしてますというところの話でした。ね、本当楽しみな感じじゃないですかね。ね、今週は本当表のニュースで楽しめるかもしれないですね。まあそういうとこちょっとね、楽しみ見ていきましょうね。じゃあまた興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。じゃあまたね。